ここは横を流して押したりに入る、押したりシュートはループ入った、追加点。押したり今シーズン初ゴール、チームにとっての貴重な追加点となりました。リプレイです。最終ラインからうまくこれ横山がスルーして、そこに押谷がいました。冷静にキーパーの位置を見てループシュート、押谷にとって今シーズンの初ゴール。わずか2分で2ゴールを挙げました、ホームの藤枝です。